今日は藤田プロの普段の練習をちょっと見せていただこうかなと思います、はい、ここで毎日練習なさってるんですか、ね、そうですね、この葛城でもう毎日やってます。いやなかなかこうやって藤田プロの普段の練習を見ることはないので、はいはい、せっかくなのでショートアイアン、ショートアイアンですね、はい、もう、はい、自分って結構ピッチング7番、ピッチング7番5番ウッドドライバーぐらいしか、あ、そうなんですね、はい、主にそれが多いんですよ。へえ。なので、まあ、ここでやるのはこのピッチングを持って、はい、この打席だったら白い旗ありますよね、はい、あそこを目指して打つような感じになります、上のネットに当たっちゃいましたね今日は雨なのでボールが滑るんですよ、うんうん、ボールとかマットが、はい、なのでちょっとボールがこうやって上に上がるんですよね。そういう時って上がりやすくなるんです。そうなんですよね、この上で結構滑るので、うんうんうん、通常はピッチングだと上のネットに当たらず白いところまで行くと合格なんですよ。最初から今高いですよね。そうですね、はい、普段からこう、はい、自分の調子が どんな感じなのかっていうのをこういう練習で把握するってことですか。そうですね、ボールの高さとか、うん、あとはもうここですごい数打ってるんで、うん、ちょっとした違いが、うん、分かるというか、うん、はい、いつもここでやるんで気づくことが結構あったりします。ここから100なんかも結構打ったりするんですよね。100って書いてある、はい、あれちょうど100ヤードなんですけど、うん、まあ、これレンジボールなんでちょっと飛ばないんですけど、だいたい100ヤードを打つっていう練習をやったりしますね、はいはい、普段 P7、5番とドライバーですね、うん、P7、5番ウッドにドライバーっていう、なんかそういう流れです、うん、それはいつからとか、基本的に師匠の星座プロが、はい、ピッチングはお前いい動きしてるから、はい、それを7番にして、で7番が良ければもうドライバーで同じようなラインが飛べば OK だろうっていうふうに言われて、それからそこが軸なんですよね。そうなんですね、はいはい、星座プロのやっぱ影響がすごく大きいんで、うん、で、まあ、そこの軸にしながらその間のクラブを合わせていく、うん、なんかそんなイメージでやってるんで、ピッチングと7番を打ってることがすごく多いです。そうなんですね、はい、じゃあその間のクラブを打ってちょっとなんか違うなと思ったらまた戻ったりとかってことですか。そうですね、ピッチングでいいなと思ったら今度7番、うん、で7番でラインが出せるなっていうと5番打った、で最後にドライバー、ドライバーそんな数打たないんですけど、うん、で長いクラブでうまくいかなければ一つずつ戻っていくって、調子悪い時ほどピッチングをいっぱい打ってるっていう感じになるんですけどそうですね、はい、でピッチングでもうまくいかない時はピッチングのちょっとこうショートスイングみたいな、うん、ピッチングで50ヤード打ったりとか、うん、そういうことをやってます、うん、はい、